これまで以上に徹底してください。マスクは自分の顔に合ったサイズを着用しましょう。鼻の位置がずれていないか、頬や顎に隙間がないかを確認。フィットしていることが大切です。隙間があると十分な効果が得られません。鼻出しマスク、顎マスクはやめましょう。表面を触らないように、触ったら手洗いを。取り外しの際は紐部分を持ちましょう。食事をはじめ、屋内屋外を問わず会話をするときはマスクを正しく着用し、短時間声は控えめにお願いします。一人一人の感染予防が大切な人を守ります。